定したいなと思ってて、なるほどね、まあ、大前提として今日ここにいるお客さんってあのジブリ見たことないですよね。見たことあるだろ、まず散々テレビでやってるよ。日曜劇場でね、土曜ワイドショーか、金曜ロードショーでジブリ金曜でしょ。金曜か、そう、まあ、でもせっかくだからちょっと今日ジブリ説明したいな。あ、いいね、うん、ちょっと俺が説明したい。あ、お前が、うん、あ、じゃあ分かった、もしお前に変なとこあったら俺がその都度言うわ。分かった、お前が訂正するのね。俺訂正するわ。じゃあ俺どうしたらいい。で、石塚は六本腕で薬草調合しといて。俺かまじいじゃねえよ。まずジブリと言ったら始まったわ。やってくれよ。宮崎駿監督ですよね。監督ね、通称ヒゲメガネ。失礼だよ、引きこもりね。失礼だよ宮崎、そんな通称ないから。なかったっけ。しっかり訂正して。ごめん、頼むわ。まあ、なんといっても前作品面白いですから。面白い。1984年の風の谷のナウシカから始まって、天空の城ラピュタ、サイレントジェラシー、フォーエバーラブ、紅の豚だろ。そこだけじゃねえよ途中から X ジャパンなんすって。サムライジャパンだよ、ナウシカジャパンだよ、オリアスジャパンだよ。何してんだよ、そのスポーツのジャパンばっか並べてよ。あとアヤマンジャパン関係ねえよ。スポーツでも何でもねえじゃねえかよ。今 X ジャパンの話だからな。ちげえよ、ジブリの話でしょ。ジブリだ、お前がしっかりやってくんないと。ごめん、頼むよ。まあでも俺ジブリめちゃくちゃ好きだから、うん、年代言ってもらえたらその当時の作品答えられます。あ、それすごいね。すごいよ。ちょっとやっていい。1997年、タイタニック。ジブリ言えよ。ジブリ言えよ。2008年、ダークナイト。ジブリ言えよ。ジブリ言えよ。2016年、バイオハザード。ジブリ言えよ。ジブリ言えよ。おい、俺全然関係ないだろ。僕が泣いちゃったらバーバが来てお前なんか殺しちゃうぞ。ハクじゃねえか。ハクじゃねえよ絶対に棒だろ今も。ないからそうなんだよ。お前がおかしくしてるよ。ごめん、ずっと。なんなんそれ、メイちゃんの真っ黒クロスケ捕まえた時の猫バスがネズミ捕まえた時。そんな捕食シーンねえよ。ないよ、その適当なこと言うなよ。じゃあもうジブリいいわ。次細田守作品紹介して。やんなくていい加減にしろ。もういいよ。どうも、ありがとうございました。